こんばんは。まさかの宿の中、大地で輪廓を待ち受けるさまざまな魔物たち。リンクは剣と盾を駆使して戦う。さて、両手に持ったジョイコンがリンクの剣と盾に対応。ちょっとね、時間のタイミングが悪くてだね、ちょっと今撮影がねしにくいんですよね。自由に振り分けることができる。そう、左手のジョイコンで盾を使い、途中で祖母が入って、相手の攻撃をうまく防ぐことで攻撃を跳ね返したり、さすがに選択をするのに1時間もかかる。隙を作ることもできる。またボタン操作にも対応し、携帯モードや任天堂スイッチライトでも遊ぶことが可能。カズやね。そしてまた格ゲーかって言いたいところもあるんだけど、個性豊かなアイテム、空に飛ばして遠くを偵察したり、何やれやってさ、そんな敵を引き寄せたり、ダンスムービーで楽器から落とすじゃん、ポイ捨てするじゃん。あれでソニック出てたらどうしようどうしようってずっとヒヤヒヤしてたんだよ、ムービーって。まあ確かによくよく考えてみれば、あんな場に他者キャラを置くはずがないんだけどねえ。天空と大地を舞台にリンクを待ち受けるあまたの試練。あ、もうところはそんぐらいが、いやもう本当にさ、賛成、本当にソニックシリーズからあと誰か賛成してほしいよって思うんだよ。ゼルダの伝説はここから始まる。ゼルダの伝説スカイボードソード HD。 うん、ジュレナトリア。ゼルダの伝説スカイボードソード HD はアミーボに対応。さあ、全然関係ないんだけどさ、6月24日、そのパートナーであるロクトバード、6月24日放送分のソニックステーションライブは、アミーボを使うと、どこにいる時でも空へ移動することができる。見てみよう、飛ぶぞ。また空で再び使用することで、大地でアミーボを使った場所に戻ってこられるので、冒険をよりスムーズに進めることができる。アミーボ。あ、これどれで？ワンちゃん、そう、お、お、お、ちょっと待っててね。お風呂が入ったけど。ビクトリー！リングフィットアドベンチャー。はあ、よし、もう一丁。さっき長かったね。大丈夫かな？寝たらいいよ。これさ、ホラゲーになってない？メトロイドやったことねえから全く知らないんだけど、ホラゲーじゃないのこれ。何？ホラゲーの道進むの？これは本当にビビるから心臓に悪いよ。なんでこんな心臓悪いゲームになっちゃったの？っていうかメタポイントって基本的にゼロなんもない、全く知らないんだけど。
これ可愛いな、このコロコロしたやつ。ボブのさ、久々にのな、来年の冬季オリンピックの冬季北京にほんまどないなんだよな。普通にやるんやったらマリソンにも出てほしいよな。演歌に8でも出てないって聞いたからさ。じゃあまずは、はい、行ってきます。マジでアイスダンスでミーを出してくれ、出すんだったらアイスダンスでミーを出して。うわ、ナイスショット、うまいね、いいんじゃない、いけ、ナイス。スムースだな。すごい飛んでる。スイングが早いんですよ、やっぱり。現役だから。ちょっと真剣です。そうだよね。よっ、ナイスだ。ナイスショット。すごいな。あ、あ、バンカー。あ、バンカー見えるかな、青木さんのバンカー見れるかな。頼む、頼む、頼む。あ、青木さんのバンカー見れる。絶好調、小祝さくらプロ。ソニックの VTuber がやばいですか、これ。やばい、危ない、危ない。いけた。トーニーがおいすぎた。何これ、すごいんだ。これ、売ってないですよね、なかなか。大丈夫ですよ、プロですよ。ナイスショー。うまい。入るんじゃない。ちょっと、おー。ナイス。コントロールうまいね。ダボだわ。結局マリオだけダボボみたいな。マリオに申し訳ないな。プロには勝てないわ。さあ、世界の青木です。すべての大陸で優勝経験があります。ナイス。抑えて打った。あ、これめっちゃいい。うまい。うまい。あぶね。うまい。ホールインワン。あぶね。エクセレントとか出た。ナイスね。おー、悔しい。うわ、40ヤードどう打つかだよな。よし、行ってくれ。どうだ、間行ったぞ、間。あ、やっぱり本番大きいんだ。フランクショット。ナイスバディ。バディ、いやいや、すごいな。任天堂スイッチ、マリオゴルフ、スーパーラッシュ。フラグショットたるもんがあるんや。今度のマリオは誰でも遊べる本格ゴルフだけじゃない。打って走って邪魔をしてカップインまでの速さを競うスピードゴルフ。必殺技で一発逆転。任天堂スイッチ、マリオゴルフスーパーラッシュ。信号が変わる。これもプログラミング。任天堂の開発室から生まれた初めてゲームプログラミング。のどんどんどんつないでく、どんどんゲームが動き出す。のどんどんどんつないでく、どんどんゲームができていく。のどんどんどん仕組みがわかる。のどんどんどんアイデア浮かぶ。のどんどんどんつないでく、どんどんできるが増えていく。のどん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 。任天堂スイッチナビ付き、作ってわかる初めてゲームプログラミング。今回の〇〇生活は、おー、なるほど。あ、なんかこれは欲しいじゃないよね。良い子の2人がプログラミングを体験。おー、壊れた。なんかこれだけのゲームでちょっと嬉しいな。ゲーム作りにチャレンジ。うわー、びっくりした。なんや。試行錯誤で良い子らしいゲームが誕生。何やこのゲーム、面白いやんけ。よい子の初めてのプログラミング生活配信中。マグロの新しいできました言うて。
ロン。あと、カズヤの参戦ムービーですか？あ、ほんまや、カズヤの参戦ムービーだ。このガノン、白目向いてない？違う？この…マジでマジで死難ゲームがあまりにも多すぎて草が生えないですから。本当にさ、スマブラ初めて触った頃はさ、マリオとカービィと一部のポケモンしか知らなかったのよ。本当に世界があまりにも狭い。本当にゼルダとかそんな存在知らなかったからね。消えるな。なんかその付け年でソニック大丈夫かって、ソニックでいないよねって、落とされないよねってずっと心配してたのよ。まああんなところで他者持ち込むはずがないんだろうって。もう何、企業戦争にまでも沈没しちゃうからね。マジで許しなさそう。あのビーム原作ではガーフやって聞いたことあるからさ、マジ大丈夫かなって。ちなみに我はご存知の通りソニック一筋ですので、そういうふう、あー、カービィちゃん、このぷよぷよしてるの可愛いんだよな。そう、我ご存知の通りソニック使いですのでね、それして、まあ下手、そんなにオンラインしてたりとかしないんだけど、もう時間ですね。はい。はい、来ました。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。スタジオに戻ってきました。ご覧の通りです。だけどいつものスタジオとはさらに違う広いスタジオを借りていまして、もうスタッフは非常に遠い距離で見ています。でも笑い声を普通にしてる。格闘ゲームシリーズ鉄拳から三島和也の参戦です。すで、うん、にダイレクトで発表しましたが、和也の通常技を改めて流してみますね。はい。うん、眩しいな。やばい、ちょっと眩しい。明るさ変更したいんだけど、そういうわけがいかないんで部屋の電気をつけます。頭つかねなかったこいつ。うわ、何これ、パチキ。うわ、こうスッと倒れるところ、本当にちょっと恐怖心を覚えるのに。なんか通ってね。これは鉄拳ですね。うん、最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。改めて鉄拳とは、1994年12月にリリースされたアーケードゲームが第一作。ダメよ、プレステは。ポリゴンを使った 3D 格闘ゲームで、両手両足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。そりゃすげえ。最新作は鉄拳7、ナンバリングは7ですが、タッグトーナメントなどの種類もあり、実際のタイトルはもっと多いです。ある日天の声が聞こえました。いや、天の字が入ってる会社からかもしれません。どう訳すんだと思いますけど。その声によると、マサヒロ、マサヒロ、鉄拳をスマブラに参戦させなさい。いやー、
そう簡単に言いますけどね。鉄拳やバーチャファイターなどの 3D 格闘とスマブラでは全く異なると認識しています。バーチャファイター出たよ。バーチャファイターパンチやキックで相手を倒すということは共通していますが、ゲームデザイン的にはジャンルごと別物です。別物だよ。単にスマブラは格闘ゲームなのかといったよくある議論や区分の問題ではなく、ゲームの本質的に、ゲームデザイン論のようになりますが、鉄拳は間合いと技のヒット位置、上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が一度りで変化する座標のゲームです。あ、求められる身体能力もだいぶ違います。また例えばスタンダードなファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります。すげえ速い。鉄拳の技を当てはめたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。だけどそれでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては残念なものになることでしょう。しかし無茶をトンチで何とかするのがスマブラのデザインです。こぼれをした結果、一つ良いネタがありました。はい、カズヤ参戦。鉄拳にはデビルインシという設定があります。デビルインシはカズヤの母カズミが持っていました。文字通り悪魔の力を引き出せるもので、カズヤもデビルインシを引き継いでいます。デビルインシはカズミ、カズヤ、息子の風間陣にあり、平八にはない。参戦ファイターを平八にしなかった最大の理由がここです。なるほど、わからん。鉄拳セブンを見る限り、瞬時にあるいは部分的にもデビルの力を出し入れできるようです。うまいや。通常技はなるべく鉄拳に寄せつつ、空中ジャンプ、スマッシュ攻撃、必殺技などをデビルの力に置き換えればスマブラでもうまくまとまるのではないかと考えた次第です。おう、うまいな。うまいこと考えた。必殺技の説明から参りましょう。はい、必殺技は例によって通常、横、上、下の4通り、方向を入れて B ボタンを押すだけです。例によってカメラは開発用の特別なもので、バランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることをお伝えしておきます。通常技はデビルブラスター。デビルカズヤを代表する高速で飛ぶビーム。原作ではいくつかの名前に分別されていましたが、本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。ジョーカー。射程が長く、飛び出したら一瞬で飛び、数人を貫くことができます。長いし、貫通するとその分威力が下がります。3人を貫くと。なるほど。それと打点が高いです。背の低い相手や姿勢には当たらないこともしばしば。ソニックのしゃがみでいけるかな。そこで下入力で打っていきましょう。あー、シュート。同じく情報にも打てます。これは不規則などにどうぞ。うわ。空中で打つと少し斜め下に、位置の制御として割と使えます。空中でも少し上、少し下と打ち分けられます。水平なんだよな。水平に打ちたければ上に。出たら強い技なので、相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打って良いです。特に相手に接近したいカズヤとしては、相手から近づかざるを得ない状況を作るのは大事。うわ、はい、ただ打っていいタイミングの見極めが特徴的だと思うんですけどね。それはあかんねよ。自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。なるほど。もちろん反射できます。うわ吸収もできます。うわしまうことだってできます。うわうわ、何やってんの、何やってんの。横必殺技はデビルフィスト、高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、なるほど、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンする。うわ、そういうやつかよ。そこからの反撃をどうするのかがポイント。うわ、相手の大きさや突き抜けた距離、操作などにもよりますが、いろんなことができます。さあ、入れ。うわ、相手が空中にいる場合、これまた弾いてしまいます。なるほど。なお、シールドした相手は抜けません。ほう、隙だらけになってしまいます。あ、隙だらけ。移動距離は短めですが、復帰に役立てることも可能です。お、上必殺技は
デビルウィング。比較的シンプルな上昇技ですが、上昇高度が高いです。死に持ちじゃなさそうやな。通常ジャンプは低い和也だけど、同じくデビル化する空中ジャンプの高さ、さらにデビルウィングの高さによって到達できる高度、上方向への復帰力はかなり高めです。マリオよりちょい高いやな。上昇前後は全身交代できます。使った直後は少しふわっとしてますね。なんか滑空みたいな感じになってない一瞬だけ。そして割と撃墜にも使えます。出だしには強いし。割とはいげつないな。ところで横必殺技と上必殺技は空中での技終了後に攻撃や行動ができます。必殺技後落下にならない。ただし改めて横必殺技や上必殺技を使うことはできません。さあそうだ、それは使いたる、ただのチート。必殺技はヘブンズドア。何それ。目の前の相手を掴んで地面に叩きつけます。スーパーアーマーがついているので無理やり掴みやすいです。強引強引。クッパの横必殺技と同じく相手を道連れにできますが、相手より先にカズヤがやられることになっています。そして復帰力が高いファイターの場合、カズヤがやられた後に戻れます。戻れるんかい。また投げられ側の操作によって押し戻すこともできます。これ何もしてないです。これリドリーが押し返した時。はどれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。ちゃんと押し戻していれば蓄積ダメージが低い時に自滅を狙われることはないでしょう。ああ戻してる戻してる、やっば。なお空中の相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。マジかよ。浮いた相手にコンボでつなげたりもします。念のためコンボというのはコンビネーション連続技の。これ開発もんだからか。他人数戦では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。巻き込み。そしてヘブンズドアは次に紹介するレイジシステムとも関係があります。何それ。蓄積ダメージが 100% を超えると、あるいは体力性の体力が4分の1を切ると1回だけレイジという状態になります。文字通り怒った状態。怒った。ゲージの名前表示も変わります。やべえ。この状態では攻撃力は 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。そしてこの際特定の条件でレイジドライブという強力な投げを1回だけ出します。うわ動作はヘブンズドアに似ていますが威力が段違い。方法は3つあります。方法1、掴む。比較的簡単ですね。いいや強制。方法2、下必殺技ヘブンズドアを使う。普通のヘブンズドアより踏み込み距離が増しています。うわやば。方法3、昇竜拳コマンドプラス攻撃ボタン長押し。昇竜拳コマンド、これは後で説明する雷神拳と同じです。コマンド版のものだけは威力がさらに高くなっています。ボタンは攻撃ボタンでも必殺技ボタンでも良いけど長押しすること。レイジ状態はレイジドライブを使ったら解除されます。時間などによって解除されることはありませんが、一定以上ダメージを受けると解除されます。もう収まっちゃったよ。またレイジドライブを狙って外すとより速くなくなります。つまり掴みを使ってるとレイジがすぐになくなるということです。狙うならちゃんと当てましょう。最後の切り札はファイナルブラスター、デビルブラスターの正射を行います。鉄拳7のストーリーモード終盤で煮え湯を飲まされた人は少なくないことでしょうね。ちなみにここが貴様の墓場だって言っています、日本語で。これそんなかっこいいことを言ってるけど、ピカチュウに対してもそんなこと言うんですよね。ピカチュウ扇状に広がるので乱闘においては第三者を巻き込みやすいです。いけずないな。反面最初のビームが当たらないと発動しません。高度差があると最初の一発は当てにくいので頑張ってください。これ最初の一発当たったら最後って感じかな。相手を比較的遠くにホールドするので崖外向きにヒットすると効果大です。条件が揃えば蓄積ダメージ 0% からでもいけるかも。うわ即死。ええちょ待って、それはやばいよ。次に通常技を紹介しますが、スーパーソニックも 0% から実用したい例を知ってるからちょっとあれなんだけど、特徴ファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。総合的には逆転性が高いファイターです。なんだそれ。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合もいきなり逆転したり最終的に勝ったりする場合があります。早い早い。
ただリーチや攻撃範囲などでは劣勢です。攻撃が出る速さも原作ほどではないけれどだいぶ遅い方です。総合的には、手数の多さやリーチの長さ、空中戦で攻めてくる相手には手を焼くかも。体重は重ため、これは吹っ飛ばされにくくて有利です。ジャンプ力は低いです。これも原作風です。スティーブと同じぐらい。他のものでも賄えます。リュウやテリーと同様、ワンオンワンで相手に対して向き直るようになります。これは後ろ入力の技を入れるときに便利、格闘ゲーム的です。格闘クッパほどではないけれど常時スーパーアーマーがついています。さほどの効果はありませんが、ダメージが少ない頃なら百裂攻撃などを食い止めることはできるかも。マジかよ、お前それはやばい。攻撃の一部に強いスーパーアーマーが発動する方が大きいです。ダメージは受けますが相手の攻撃に割り込めることがあります。やば。なお原作になかったのでヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとはヒット時に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで通常技の説明に入ります。はい。原作である鉄拳のモーションをおおむねそのまま実装し、必要なところを後で直すつもりで制作を進めましたが、そのままでテストしてみたところびっくりするほど弱かったですやはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎてボコボコにされてしまいました。くさ。最終的には速さも強さもいろいろ加工していますが、意図して原作風味を保つこともあります。この倒れ方とか良いですよね。うん。操作系統を他のファイターと変えています。まず L スティックの入力方向は8方向で考えてください。うわ。一部コマンド入力のようなものもあります。全ファイターの中でも飛び抜けて多い通常技の持ち主。コマンドキャラは苦手なのよ。最初に言っておきます。原作もそうですが、全部の技を使いこなす必要はありません。得意な技を見つけそこから広げていけば良いと思います。なお攻撃ボタンはいつも通り1つだけです。獅子に対応した4つのボタンを押して、 A8 連打で 8? まずはジャック A 連打でそれ10連コマできる。ボタンを連続で押すか長押ししていると技がどんどん変わります。やばい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 。これがいわゆる10連コンボ。相手の操作などにより全て当たるとは限りません。割と射程距離が長いです。うん。姿勢を低くしつつ攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。うわ。斜め後ろ下と攻撃で体育大相手に尻餅をつかせることができます。やっぱり使うのは難しいですが、はいはい、横必殺技と組み合わせるのがおすすめです。うわやば。ダウン、ね、後ろと攻撃で人旋風、ね、この技はデソニック。うわー、コンボにも使いやすいので出せればおすすめです。びっくりした。背中方向への横スマッシュ攻撃になってしまうことも多いです。自動振り向きがない多人数戦でも出しにくいです。パッドを隅まで倒しきらなければ、うん、幾分出しやすくなります。分からん。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック、逃げり。後ろに下がりながらのキック、正確に狙いをつけてくる小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われることもあるかも。足が無敵になるものの、それ以上に移動が激しいスマブラではなかなか使いにくいでしょうね。うん。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良いかも。これと真上初段ダブルアッパーの一発目は他の技につなげることが前提です。うん。こんな感じ。うわ。次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくてちゃんとしゃがみになってから入力すべきものですね。しゃがみ中に斜め前で攻撃すると螺旋丸採集。うん。姿勢が低く長めの無敵時間があるのでカウンターに使うと良いでしょう。やっべ。しゃがみ中真下に入れながら攻撃をするとシットジャブ。スマブラの攻撃系としては遅い方ですが連打が効きます。相手の行動阻止の牽制やコンボの指導などに。しゃがみ中斜め後方で攻撃するとシットスピンキック。判定の持続が長い技です。牽制としてシットジャブとどちらが有効なのかは相手のファイターと戦法次第でしょうか。
だけど、ここはスマブラなので原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで魔人剣が出せます。なんやそれが。ガロンドルフの技の名前と被りましたが、これは魔人剣。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、うわその倒れ方はまずいですよ。相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなら大チャンスです。次にスマッシュ攻撃です。これらはデビル化を行って力を増しています。横スマッシュ攻撃は魔人戦勝券。とにかくこれを当てられることが大事です。ファイターの中でも有数の吹っ飛ばし力を持っています。少し溜めてクリーンヒットすればファルコンパンチをもしのぐぐらい。ただし隙は相当に大きいです。あ、見てなかった。また接近しているとクリーンヒットになりません。え、マジで。遠目ギリギリ拳でしっかり当てるのがベストです。クリーンヒット時は今のように電子が入ります。スーパーアーマーがあり、相手の攻撃に割り込むこともできます。これは全てのスマッシュ攻撃はそうですが、スーパーアーマーの強さには差異があります。横スマッシュ攻撃は一番強い。上スマッシュ攻撃はデビルツイスター。文字通り相手を巻き上げるシンプルなアッパーで、比較的発生が早く攻撃力も吹っ飛ばしも十分です。攻撃範囲は狭めですが、発生の速さを生かしてコンボに織り込むこともできるでしょう。コンボでスマッシュをコンボに組み込むってなかなかに入れるわ。また床の上をかろうじて攻撃できる貴重な技。選択肢が少ないんですよね。下スマッシュ攻撃はしっきり包丁。吹っ飛ばしを見ての通り、コンボに使うのが基本です。相手の操作や状況によりますが、いろんな技がつながるのではないかなと。相手がぼんやりしていた場合、横スマッシュ攻撃が通ることもあるかも。実はメテオ効果があります。うわまたこのぐらいの位置から崖つかまりしている相手を狙います。やばすぎ。崖つかまりするたびに無敵時間が短くなるので、攻防が続いた時に使うと良いです。やば。なおシールドを削りやすいという特徴もあります。あ、一発プレイクだよ。次に空中攻撃。これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。少し巻いていきます。通常空中攻撃はジャンプナックル。比較的素早くです。密かにメテオ判定もあります。いやー、これ誰かで見たことある。多分テリー。前空中攻撃は劣化脚。ジャンプの低さを利用し、主に地上戦で使います。リーチに優れ、地上攻撃をかわせて使いやすい。やばいやばいよやばいよ。それは後ろ空中攻撃はジャンピングソバット。ソバット相手を吹っ飛ばしやすいですが、ワンオンワン時には自動で振り向くので、少し使いにくいところもあります。それは確かに。前に打ちたいなら手によって後ろにダッシュしてから使うとか、うん、上空中攻撃はライジングトゥーキック。コンボに使えることはもちろん、床上の相手に有効な攻撃手段になることでしょう。下空中攻撃は破砕臭。急降下攻撃で相手を襲います。素早い空中制御ができることもあり、貴重な技。そして着地狙いへのフェイントにも使えます。かろうじて追撃に使って復帰することもできます。狙うならジャンプの頂点か空中ジャンプの頂点から。それより下がりすぎると復帰は難しいです。次に掴みや投げについて。投げはワンワンならカメラが寄る演出が入ります。いや、掴み攻撃はロップ砕き。持久は高めだけど、ヒットするまでが長く、相手の蓄積ダメージが低いうちは特に振りほどかれやすいです。前投げはつむじ蹴り、吹っ飛ばし力が高め。後ろ投げは鐘楼落とし、威力が高め。上投げがエアインフェルノという名前になりました。ブラスターで打ち上げるのですが、吹っ飛ばし力が高いとか、ブラスターで他者を巻き込めることもあります。マジかよ。下投げは超パチキ。威力は低めだけど、特に低ダメージ時にはコンボに組み込みやすいです。
そして特別な投げがあります。地獄門。何それ。うわ頭つかんないよ。斜め前下斜め前という入力後のつかみ、しゃがんだまま前に2回入れるようなイメージです。もちろんダメージは大きめ。向きを入れ替えて相手を低く飛ばすので崖際でしらっと狙うと撃墜しやすいかも。ゴキって首やってないけど。そして原作ファンならおなじみですが、君首ゴキってやりましたよね。いわゆる昇竜拳コマンドで特別な技が出せます。昇竜拳コマンドというのは前下斜め前と素早く入力するところ、こうからこういくような感じ。普通に昇竜拳コマンドを入れると風神ステップが出ます。上半身を無敵にしながら相手に詰め寄る技、連続入力可能です。あんまりひょいひょい抜けられるものでもないかもしれませんけどね。やばない。風神ステップ時にボタンを短く押すと風神拳、ダブラッパーのように相手を上に弾く技。単純に威力も高めですがコンボに効きます。入力によるダッシュと合わせて前進するので見た目よりも範囲は広いです。なお最後の斜め下入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速封じ剣となります。なんかやばいのやつだね。出すのが難しいですが、相手を一瞬しびれさせるので普通の封じ剣とはまた異なるコンボを狙えます。なお原作では入力受付時間が1フレームだったのですが、それよりは甘めにしています。1フレームはやばいって。雷神剣、強く吹っ飛ばす撃墜技の一つです。コンボに組み込むのも有効、無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。なお0時中にこれを出すと攻撃力が高いコマンド版の0時ドライブになります。うわやべえ。うわいぎつねえな。風神ステップ時に必殺技ボタンを押すと奈落旋風、動きは斜め前方入れの螺旋幻魔脚に見えますが、螺旋幻魔脚は上から始まるので浮かせてからのコンボ向け。奈落旋風は下から始まるので浮かせてコンボには向かないかも。うん、当たらん。しかし全身無敵で一方的に打ち勝てることもあります。最後に特殊な見せ技を一つ。何？なんと横アピールが魔神烈焼拳という4連コンボになります。マジで？異なり複雑なボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ皆無だし誰かと対戦では使えませんが、ヒットしたら驚く技。ちょっと面白い動きなので入れてみました。ちこ全ファイターのアピールの中では一番強いです。当たり前ですかね。コンボに組み入れられないこともないですが、他の技の方が良いかなと。はい、以上です。これが格闘ゲームの個性だと思い、コンボ重視の側面を持つように作っています。つなげる技と吹っ飛ばす技がはっきりとしている。実際には相手の操作で避けられるし、蓄積ダメージや重さで異なる結果が出るので、いつも確実に当てられるコンボなどはほぼありません。だけど通りやすいコンボはある程度開拓した方が良いですね。なんて格闘ゲームらしいんだろう。確実性がなくても当たる時には当たる。ただ多人数の乱闘になると話が全然違ってます。長いコンボをしていると第三者にやられるので、単発の破壊力にかけた方が勝ちやすいでしょうね。よってる。技が多い、多すぎなので長くなりましたが、ステージのご紹介です。すでに壁などバリバリ壊されていましたけれど、バリバリ壊され専用ステージは三島道場、どちらかというと和也の道場ではなく平八の道場ですね。いろんなことがあった舞台、見ての通り四隅が壁や天井で塞がっています。このままだともちろん撃墜できませんが、強い吹っ飛ばしや直接攻撃で壁や天井が壊れます。強い壊れるまでは比較的安全だけど、壊れてからは危険地帯です。なお壁や天井へのダメージは相手の速度や重さに比例します。ついでに言うと、それらが壊れる時には受け身を取ることができません。マジで？全部壊れるとこんな感じになります。うわ、一気に壊した。場外になってからは画面外が近く、スクロールも追従しないので密度感の高い戦いになることと思います。なお壊れた壁や天井はなぜか自然に治っていきます。なぜか自然に治っていきます。説明では表示を省いていましたが、中央には兵八がいますね。立ち上がったり撃墜に反応します。
おとん。なお、すり抜け床などはありません。KOF スタジアムとはまた異なる新たな駆け引きをお楽しみください。もちろん戦場化、終点化も可能です。全体的に屋外になりますね。ところで小ネタなのですが、あいあい傘がありますね。あいあい傘をよく知る人ならわかるはず。あいあい傘誰や書いた人。今回は団体戦で行ってみたいと思います。相手チーム5人は河口に落とされた人々、被害者の会ですね。被害者の会、被害者の会。まずは壁を壊さないといけない。ああ負けたくっちゃうよ。あんまり傷つけたくはなかったらしょうがない。とりあえず残機数は減らしていきます。もう全く全て力が動かせる。君、威嚇キャラじゃないでしょ、君。はい、まさかの魔人戦勝券、別勝券だ。そこで使うか。もう、かわせる壁も丈夫かもとあんの。そんな簡単に通さないよね、コンピューターだから。反射サイダーどないすんのよ。えい、うわ、ちゃんと説明したことが生きてるっていいですね。おっとっといけないよ。斜め上から狙われるの嫌いだよね、あなたは。斜め上、そうなんや。確かに、そういうのよ。まあね、横なんだ。67。おっといけない。あらわー。下手くそあらわ。もう一回やらせてもらいましょう。外したー。どさくさに紛れたアピール横。君取りようったよ、こいつ。下ギリギリ。本当はそれをちゃんと狙った方が全部通しちゃい、割れなかったな。おっと届かん。ああ、姿勢が低かった。とりあえずこれで。ああ、でも 49% も食らってる。一人目ですからね、あと4人。もうここはビーム使いましょう。うまく避けるんだよな、これ。はい。はい。B。届かない。ああ、届かない。え、でも一応普通に行けないね。つむじ蹴り。おう。まずいな、これ。でもこっちの方が射程は長いな。知ってた。ダメだ、こんなことしてちゃ。早めのデビルツイスターで。天使と悪魔だ。ところがこの位置はとてもいいですよ。うわ、画面の端に近い。ほぼ出落ち。そしてこのマルスだね。遠慮しないよ、打てる位置は。めっちゃ打つ。その打てる位置なんて本当は実は全然ないんだ、さっき言った通り。お、ダメか。ガン最終、いいんじゃないですか。はい、お疲れ様でした、無事に復讐ならずということで残念でしたね。 CP レベルは7でした、うん。まあ、他にもいろいろな技を使いたいなとは思ったんですけれども、なかなかお伝えできないところもありました。いろいろ楽しんでもらえれば幸いです。以上です。はい音楽の話題です。鉄拳はシリーズも多いので何百という曲がありますが、このように絞りました。
全39曲。今回の音楽は極めて多いです。昔のシリーズから今のシリーズまで織り込んでいます。四半世紀続いているタイトルの一つですから四半世紀ですよ、ね、ところで今回は勝利時のファンファーレをあえてなくしました。なんやで、スマブラ史上初です。初やないでは対戦の時に勝った時にどうしたのか、ズバリこのようになります。原作再現、ナレーターの声で名前が読み上げられます。ちなみにこの勝利ポーズは鉄拳セブン調。これが鉄拳5、6調。初代鉄拳調のポーズ、ちょっと懐かしい感じですね。遅れながらカラーバリエーションもお見せしたいと思います。奇数カラーは火炎刺繍の道着の下のみ、 7P は風間陣を意識したカラーです。偶数カラーはコート、 6P は鉄拳2の頃のタキシード風、 8P は原作にあった金ピカです。金ピカ、鉄拳のカスタマイズってこういうイメージありますね。ところでカービィコピーはこんな感じ。うわ、デビルブラスターを打つ際デビル化した姿を見ることもできます、うん、新しいスピリッツボードも加わります。ピックアップされたのはフォアも含めて10種類。この中の風間陣のスピリッツはレベル99にするとデビル陣に超過できます。また平八のお題においては、すでに発売されている平八のミーコスチュームを持っていれば平八の姿に切り替えられます。どの道ミーファイターと、ミーファイターの話題が出たところで新しく販売されるミーファイターのご紹介です。はい、はい、何が出ます、誰ですか。知らない、え、モンハン、スカイリムかい。本作デグ飲みなかったよね、あれ、あ、デビルメイク大会鉄筋かと思ったわ。あ、鉄筋やったら格闘になってるはずやな。あらー、この子って確か誰だっけ、あ、シャンティーン。あれ、なんださっきの猿、おお、ここでシャンティ出るとはな。割と予想、カズヤと同日。今回はいずれのものも癖が強いというか、単体でも参戦希望される系というか、スマブラで使えることに驚きがありますね。スカイリムの主人公の呼び名はドラゴンボーンにしました。原作ではドバキンとかドバーキンとか言われることもありますが、表記の揺れがなくて済むので。なお、ドラゴンボーンはドバキンの英訳です。ドバキンとは原作のドラゴン語で竜の血族のこと。そしてシャンティは購入すれば楽曲が1曲追加されます。ハーフジーニーヒーローからバーニングタウンという曲がその他カテゴリーに入ります。うん、肝心の配信日です。はい、6月30日に配信予定です。ファイターパス4 2があればそのまま受け取りかも、単体で購入可能です。今日28よ。そして久しぶりのアミーボ情報です。はい、2弾出るんですか。すっごい壊れやすいっていうから、そーめー
これです。あ、サンプルのため壊れなくなってます。平面のアミーボのサンプルができてきました。これが出るなら時間がかかるでしょうけれど、ファイターパスボリューム2のファイター登場も期待が持てますね。任天堂が三島和也のフィギュア作るというのもなかなかのおかしさがありますけれど。分からんよ。面面のアミーボはご覧の時期に発売予定です。スティーブアレックス早いんだろうな。今までいろんなファイターやステージを作ってきました。新旧揃ったさまざまなゲームを一つの作品に落とし込むのは個人的にはやりがいがある課題でした。思えばスマブラ4の開発開始から、数えて連続10年近くとなり、だいぶ長い付き合いです。ライフワークというのですかね。しかしいよいよ次回がラストです。延長もありません。披露するまでお時間いただきますが、約束通り今年中には発売しますのでお待ちください。わーい。チームは最後までテレワークで終えることになりそうです。まずはそれまで三島和也を楽しんでいただければと思います。それでは。はーい。あ、終わり？え？あ、終わりですね。はいはい。じゃあスクショ撮っとく。スクショ撮っとこうね。いやー、ちょっとあの途中でトラブルありましてね、撮影トラブル。あの夜その撮ってんのスマホなんだけどね、スマホの容量がパンパンになってしまったっていうトラブルが起きてしまって、ちょっと途中で消えちゃったんですが、まあ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 編集でつなぎます。はい。いやね、ほんと、だいぶえげつねえやつだなーって。えげつないよ。威力あんなゴリゴリにされちゃ、バナソニック大丈夫ですかってなっちゃうよ。さあ、残すところあと一枠ですね。あと一枠。我の知らないキャラが出ないことを祈るしかございません。はい。ご視聴ありがとうございました。